こんにちは、大輔です。本日はですね、皆さんにも起こり得る他人事では済まされないようなニュースがありましたので、共有いたします。フィリピン・マニラの主要航空であるニノイ・アキノ空港ですね、えすなわちナイヤで、こちらでですね、立ち往生せざるを得なくて、なんとね、100日以上を空港ターミナル内で過ごした男性がいるってことだったのでね、えこちらに迫っていきたいと思います。こちらの男性ですね、 ようやく母国までのフライトに乗ることができまして、まあ今はね、無事に生還されたということなんですよ。でね、このご時世ですので、これはね、もう他人事だとは思えなくてですね、まあ僕だったり、まあ皆さんにもね、今後起こり得ることだと思いまして、動画にしております。これね、自分のことだと思って、ちょっとね、想像してみていただきたいんですね。こんな感じですよ。いやー、ようやくね、渡航禁止が緩和されて旅行できるようになったぞと。 ね、お、マニラ行きのチケット安いじゃないか、ポチっちゃおうと。で、こうやって買うわけですね。で、数日後、このね、チケットとパスポートを握りしめながら飛行機に乗り込むわけですよ。でね、現地に到着した後ね、僕がこんな風に言うわけですね。あうん、割と出国の手続きもスムーズだったな。久々のマニラの地に降り立てるぞ。あとは入国審査だけだな。そうするとね、入国審査員がこう言うわけですよ。 うん入れませんよ。えなんでね彼がそうすると答えるわけですよ。本日からままた ECQ ですロックダウンになりましたね僕がねこう聞き返しますよ。もうどうすればいいんですか彼が答えます。どうしようもないですよ。ECQ 解除になるまで待ってください。 まあ、もう仕方ないね。それだったら、せめて日本に帰れますかナイアは閉鎖になるんで、飛行機も当然、当面は飛びませんよ。ね、ここで僕はもう絶句というわけですよね。どうしますか、皆さん。はい。ね、これ何も言い返せず、誰も助けてくれないと。 いやー、恐ろしいな、これは。入国制限が緩和されてね、いよいよ海外渡航をね、しようかなと勢いづけて飛行機に乗り込んで現地に到着した矢先に、これですよ。でね、こう記事の内容に戻るんですけども、この男性、名前はですね、ローマ・トロフィモフさんという方なんですね。トロフィモフさん。ちょっと言いづらいね。国籍はエストニアっていうことだったんですね。36歳。ソフトウェアエンジニアと。 いうことなんでね、年齢も業種も僕と全く同じですよね。しかも彼がね、ナイアに到着したのは3月の20日金曜日の便だったんですね。実はね、僕この日にチケット予約してたんですよ。ナイア行きの。 ただね、ロックダウンが始まるっていう報道があったので、急遽だったんですけども、もうキャンセルしたわけなんですよね。もし自分がキャンセルせずにね、強行的にマニラに飛んでいたらと思いますとね、これ同じような状況になってたかもしれませんよ。 で彼はね、休暇を取って母国のエストニアを出発して、ロシア、タイ、フィリピンというね、そういう順序で一人旅を予定されてたんですねで。タイからフィリピン、マニラ行きの便を降り立った後のナイアターミナル3で、えー、フィリピン現地のね、ロックダウンによって入国拒否、立ち往生と、こういう流れになったようなんですよ。で、それから7月4日にですね、手配された帰りの便に乗り込むまでの間、 110日間ですよ。これね、空港の中で過ごしたっていうことになりますよね。でね、こちら、ちょっとね、これ写真載せますけど、これ彼のね、ビフォーアフターの様子なんですね。全く別人になっちゃってますよね。記事を読む限りですと、ナイアターミナル3で約ね、1週間、えー、過ごした後、 彼はね、ないやターミナル1に移動して、エアジアが提供する、うーまあ、宿というかね、部屋で過ごしたようなんですね。で、まあ、ターミナル3はね、最近まで閉鎖になっていた関係で、まあ、とりあえずね、こう移動されたということなのかな。あの、ちょっとね、詳しくはわからないですけども、あのね、彼の Facebook のタイムラインを見たんですけど、かなり生々しくて衝撃的でした。 ちょっとね、皆さんにもご覧いただきたいと思います。これがね、彼の最初の一週間の寝床だったようなんですね。ナイアターミナル3の入国ゲートですね。僕もいつも使ってる場所ですよ、これは。向かって左側がフィリピン人レーンですね。真ん中が外国人レーン。え左側がアセアンレーン。僕ね、実はよくアセアンレーンが結構空いてるので、日本パスポートなんですけど、 ちち、ね、ちょっっっととそっち使っちゃうことあるんですよでもね指摘されずに今んとこねそこスルーできちゃってます、まあ。ということはまあいいんですけど、まあ、一番ねあの右側が優先者レーンだったと記憶してますけどもあのー、まあいやねでもここはね長期滞在すする場所でではないですよ、うん、最初の1週間はターミナルの床で寝て自動販売機で購入できるスナックだとかねキャンディーとか。 まあそういうのをね、食べなくちゃいけなかったみたいですよ、彼は。これ記事にありましたけどね。これきついなあうん。その後ですね、エストニア当局にようやくね、連絡がついたということで、その当局経由で空港内の待機部屋が与えられたみたいで、まあそこからね、食事も、あのー、一応ね、食べられるようになったということなんですね。で、まあただ、これもね、彼のツイ,あのツイッターじゃない、あのフェイスブック、Facebook。 彼の Facebook でや、えー、いてたんですけど、ほとんどがですね、ジョリビーか空港内のファーストフード店だったみたいなんですね。ジョリビー皆さん知ってますか僕もよくね、利用するんで、だいぶ彼に親近感湧いてきましたよ。まあでもね、さすがに毎日ジョリビーは辛いな。なんでかっていうとね、野菜が取りづらいんですよね。だから、だいたい頼むものって言ったらね、ハンバーガーかスパゲッティかね、 まミスパゲッティとあるんですけど、あとはフライドチキンとかね、も、ま、う、あ、それらのオンパレードですからね。まあ、ちなみに彼はベジタリアンだったみたいです。かわいそうですね。うん。でね、空港のトイレでこんな感じでね、服の洗濯方法について動画を投稿されてましたね。この濃いですね、緑色のソース、ナイアを思い出しますね。この色は。で、ここでね、毎回洗濯しなくちゃいけないってね。 心折れますよね。でね、これ見ながら思ったんですけども、さすがに入国審査官だとかね、こうあの空港のスタッフが助けてくれたりしないのかな、疑問に思いますよね。記事を読む限りですと、航空会社であるエアアジアが彼をね、エストニアに連れ戻す責任があるんだと彼にね、語ってたようなんですよ。逆に言えばね、あの空港スタッフからしたら、あ航空会社でね。 手配をもう一回してあげるとかね、そういった親切なところまでの責任は、まあ、ないみたいですよね。いやー、これは怖いですよね。で、彼はですね、この体験について記事の中でこんな風に語ってたんですね。私は罪を犯したわけではないのだが、理由もなく刑務所に入れられたような感覚でした。しかしながら、航空会社は責任を負わず、彼らの公式な回答は自己責任ということでした。 そのの人たちはロボットのように私に私話しかけます。まるで人間の感情がなないいよよううでですすと。ということなんですよね。最終的に7月8日にですねナイアターミナル3が再開したと同時にこのエストニアのね行きの便が、あのー、幸いなことにね手配されたと手配できたということで無事にね帰国できたというのがこちらの記事の締めくくりだったんですね。まあ、ひとまずはねだから良かったんですよ。 うん、このね、立ち往生されてたあトロフィモフさん、あのー、トロフィモフさんがね、特別な状況に感じますけども、記事にはですよ、フィリピンのさまざまな場所で何千人もの外国人観光客が立ち往生していたとありますんでね、この手の問題を抱える人っていうのは、現在進行形でもね、なおもしかしたらいるのかもしれないですよね。いやー、怖いっすよね、うんまあ、以上がね。 本日のご報告になりますで。この話は実話なんですけども、実はですね、ほぼ同じようなストーリーで長期間空港から出ることができなくなった男性の映画、皆さん知ってますか主演はですね、トムハンクスで、タイトルがね、ターミナルっていう名前のね、映画なんですね。2004年に公開されたものなんですけども、自分もね、あの、こちら見ました。結構面白かった、面白かったし、リアルでしたね。 こんな、僕がね、今言ったような内容が映画になってましたんでね、皆さんももし興味があれば、ググってみてください。いろんなサービスで、あの、ネットでね、えー、見ることができるかと思います。では、本日は以上となります。さよなら。